皆さんこんにちは、吉丸でございます。2019年8月の10日土曜日になります。星ドラ公式ツイッターよりお知らせ上がっておりますね。まずギガデン来ておりますガナーサーダイということで、まあそんなに強くないんでね、まあノーデスミッションなしで100ジェムもらえますので、よければ行ってみてください。来ましたよ、勇者の剣、勇者装備来ちゃいました、来ちゃいましたね。ということで、次行ってみましょう。時の王爵セニカ装備ね、老衆って言うんだよね、勇者ね、老衆、そしてセニカ、いやセニカ装備も来ちゃったね。時の王爵、聖剣装備ということで、まあ以前ね引いてだいたい欲しいの全部当たってるよっていう人はこの辺スルーでいいと思いますけれども、まあ、この辺また語りましょうか。基本的にはこの2つが大きなニュースになっている感じですかね。はい、では一旦ゲーム画面に戻りましょう。はい、まずねお知らせにね、上がっておりますアプリに、関することですね。はい、まあユニティの件に関してはもう僕もずっと動画でお話ししておりましたけれども、残念ながらまだ 100% 全員がね正常にゲームができている状態ではないみたいでございます。まあ、僕の方はね早々にそのアップデートでユニティ2018-4 でいいのかな、まあ、2018.4 に、アップデートしたところ改善されておりますし、周りのグルチャーもメンバーも、改善されておりますので、なんとかゲームできたわけで、ただやっぱねまだゲームができていないというと1ヶ月近くちゃんとした、まあ、正常にゲームできてない状態なので、かなりまあ、星野良に対するね、まあ、モチベーションというのはもう厳しいものがあるのかなというふうには思いますけれどもね。そしてゆるゆる動画で、紹介していたね、まあ、みんなで大決戦レイドですね、こちらに関してはやはり、そうですね、快適に遊んでいただくことが難しいと判断しましたということで延期ですね。ただこれも本来であれば、その状態が発生して1週間以内でこの文言が僕としては欲しかったですね。ここに来るまで1ヶ月ぐらいかかってしまったので、やっぱりその対応の素早さっていうのはまだまだ少し改善するべきところはあるのかなというふうに思っております。はい、まあ、この延期の前にすでに次のイベントを告知してしまったわけですよね。ドラクエ10イベント、そうなると余計にじゃあレイドってどうなるのっていうふうに混乱させてしまうので、やはりその辺の順番、そして何か物事を、重要って書いてありますから、こういった重要なことが起きたら今どうなっているのか、どういうふうに対処していこうと思っているか、治る治らない別にしても、やはりね、もう少し早くお知らせが全体的に欲しかったかなっていうふうにね、正直に、思いました。そしてその他月パスですね、まあ、僕星パスのこの月額版をもう月パスって呼んじゃってますけれども、これに関してはどうなんですかね、治ったっていう人はいるんですかね。でもこの辺は本当にまあ課金とか、自動更新っていうところに直結してくる部分なので、まあ早急に本当に、治ればいいなというふうにはね思います。あとはまあ現在確認されている不具合もモガステでもいくつかあるそうなので、この辺はまあここでチェックしていくといいのかなというふうに思います。福引きですよ、勇者装備来ましたということで、僕はゴッドアックス英雄王装備はね一応33連でストップしたわけですよ。でこのあと何があるかわからないということで、まあ成人ということにしてましたけれども、まあ皆さんはねこの地図のクエストですでに、はい、このネルセンのね試練の地図ですでに、勇者装備、聖剣装備ね来るんでないかと予想されていた方も多いかなというふうに思います。僕は、確かにそれもあるけれども、勇者装備に関しては確実にね来るぞとはちょっと言い切れなかったんで、一応まあ成人そしてまあ勇者装備、来た時のためにジェムは残しておきますというような、ね、言い方に変えておきましたけれども、いずれにせよ次またいいガチャが来る可能性があるから止めたっていうことですけれども、本当ね止めてよかったと思ってます。だからまあちょっと2万4000残りあるんですけど、やっぱギガクラがさね、抜き出しを持っていない人はここは狙いに行くと思うんですよ。ただ1本だけしか出なかった場合はわからない、抜き出すか、要はね錬金覚醒っていうのをいつかした時に勇者剣もう1本当てないといけないことになるので、であればまあ
難しい判断ですけれどもね、赤 S の部分を違うスキルでも代用して使っていって、まあ、いつかの時のためにもう勇者剣を引かなくても済むようにしておくとか、うん、難しいですね。ただ本当に僕かなり引いたよね、確かね。何連したんだっけ、800連まではしてないのかな、ちょっと覚えてないんですけれども、相当引いて勇者剣出なかったんですよ、1本しか。っていうね。で、体感的には確か400連して1本出るか出ないかっていうような意見が一番多かったので、もうそのぐらいのレベルでの提供確率であるならば、やっぱ厳しい戦いが待っていると思うので、多分もしかしたら勇者剣1本当てても錬金用にね取っておくかもしれません。で、まあ、1本出たら勇者剣もう1本まあ、取りに行くというよりも、あのセニカ装備の方ね、聖剣装備の方でスピを切るとやっぱりちょっと欲しいなと思いますので、まあ、そっち側引いていくっていうことでもいいのかなと思いますが、まあ次でもう多分全ズッパする可能性高いです。なので聖人装備はね、また諦めることになってしまいますね。はい、僕ほとんど持ってないんですよ、聖人装備。なのでまあ、成人装備の方を諦めて、勇者装備の方に全て使うかな。まあある程度出てるんですけどね、防具とかはね、やっぱり剣がどうしても欲しいというようなことをですね、あと抱き合わせでね、また何が入っているかって、お茶剣今回さ英雄王の方で入っていたんで、まあ、お茶剣もワンチャン狙えるんであれば非常に引く価値は僕の中であるんです。あと賢者の杖持ってないんで、意外と僕持ってないんですよね。こうして偏った引き方をしているんで、なので持ってない装備はいっぱいあるんですが、そうですね、まあまずは勇者剣がここでやってきたので、これは僕にとってはすごく大きなニュースかな。はい、ということで、今回以上になりますが、ちょっとここから別の話を少しさせていただきます。連日物件の話をしておりましたけれども、昨日ですね、全部の契約が終わりました。で、これで、まあ、11月から本格スタートなんですけれども、すでに庭のある生活という新しいチャンネルを立ち上げております。まだ全然チャンネル登録とか再生数はいっていないんですけど、それは、まあ、11月から本格スタートして1年間ぐらいで徐々にでいいかなと思っていて、まずは、まあ、このチャンネルがね、まあ、僕も全然収益化狙っていたわけでもないし、自分がやりたいことをのんびりやっていったらこうして結果につながっていったので、まあ庭のある生活ものんびりとやっていこうかなというふうに思っております。そして実は今ね物件行ってきました。はい、で動画も撮ってきておりますので、また庭のある生活、撮ってというか動画編集してまずもう一本上げようと思います。今のところ2本上げてるのかな。大変でした、めちゃくちゃ。なのでまあそうですね、リフォームとかこれから入れていかないといけないで大変になると思うんですけれども、よければね庭のある生活の方もチェックしてみてください。では勇者の剣ガチャは本当に全ズッパーの勢いで挑もうと思っておりますので、また動画撮りたいと思います。吉丸でした。さようなら。